こんにちは。アットマークそらくんチャンネルです。今回の動画は、助手席用にワイドテーブルを作ってみました。最後までご視聴よろしくお願いします。以前に紹介した、ラゲージボードの残り材を使用します。前回は上部の幅400mm の残り材で、一人車中泊用の大型のこんなテーブルを作りました。これはパソコンも置ける大きなテーブルです。そして今回は下の幅 300mm 板の残り材でこんなワイドテーブルを作ってみました。このテーブルだとパートナーと一緒に軽食をとることもできますね。ラゲージボードとサイドテーブルの URL は概要欄をご覧ください。そらくん、チャンネル登録、よろしくお願いします。今回のテーブルは幅 500mm で、エアコンのボタンまで来ます。前後は 300mm で、パートナーが座ってちょうどいい感じです。このラゲージボードの残り材で、助手席のワイドテーブルを作ります。段ボールを 520×300 にします。ドリンクホルダーの部分は前回の型紙を使います。型紙がいい感じにできたので、ボードに転写します。今回も子供のお下がりのミッキーさんの定規が大活躍です。車に合わせてみます。いい感じにぴったりですね。ドアを閉めても問題ありませんね。
次は裏面に、外れ防止のストッパーを取り付けていきます。この部分に合うストッパーを作ります。床面のフラットの時に残った材料を使います。230×55mm で2枚作ります。2枚を重ねてボードに取り付けます。こんな感じに取り付けます。テーブルの傾斜を修正するため、この部分を削ります。少し凸凹になりましたが 190mm を削りました。